やあ、来訪者。あなたの瞑想の邪魔をしてないといいんだけど。気にすることはない。僕はただの影。この天地も過去の残存した光景に過ぎない。王子は消え去り、個人も帰ってこない。存在がないなら邪魔もないだろう。他の人と比べて、あなたは随分と心が広いわね。ここにいる人はみんな自分がただの記憶体だって知ってるの？多かれ少なかれ気づいてはいるよ。受け入れるかどうか、話したいかどうかの違いだ。今、君の前にいる僕も、数の一部でしかない。人の心の奥深さを、記憶だけで、語りきれはしないだろ。だから、僕たちのことは気にしなくていいんだ。これは君たちの時代、先人の幻影に左右されるべきではない。エリシアやエデンに聞いても、同じ答えが返ってくると思うよ。やあ、来訪者。あなたは他の人と違って欲望がないみたい。執念も希望も欲の一つだよ。心に望むものがなければ、僕はこの古の楽園に存在することもない。じゃあ、あなたの望みは何なの？崩壊のない世界。ここの人たちと同じさ。そう？でもあなたは外の世界を少しも気にしてないみたい。君がもう教えてくれたからさ。どういうこと？ここに答えを求めに来る人がいるということは、先行者の計画はもう失敗に終わったということなんだろう。大丈夫。君の来訪は地上の火種に炎が灯されたことを証明しているのだから。いつかこの時代の人々も歩むべき道を理解するはずだ。でもあなたたちが導いた方向に進むとは限らないわ。それも幾千万とある選択の中の一つ。君たちがした選択だ。人類の英知はちゃんと受け継がれていると僕は信じている。
君たちが先人より遠くへ行けることを願っているよ。シュミケシの中で一つの葉が落ちることは一つの世界が終わることを意味する。枯葉が落ち消え無存の海に溶けて無限抱擁になる。しかしこの記憶だけの世界では意味が違う。全ての景色が過去のものだからこそ終末へと向かった世界は消滅の瞬間に停止し、記憶の中で始まりも終わりもない時間を繰り返している。僕にとってそれは終わりのない傾聴、瞑想、それと明記を意味する。命の帝国、死、喜びと悲しみを聞いた。世界の誕生、消失、繰り返すことを考えた。僕たちの善行、悪行、そのすべてを記憶した。
来訪者、君の心に迷いがあるようだね。行ってみてごらん。あなたとケビンは窮地の中。そうよね。火を追う賀に入る前から互いに知っていたんでしょ。彼は僕の親友だ。ずっと。あなたたちの過去を見せてもらったわ。君のおかげで彼の未来を知ることができた。今でも彼はあなたの知る彼と同じだと思ってるの。ケビンの選択が正しいかどうか、それは後世のものが決めるだろう。たとえ時が移り変わっても、人の心には消えない、変わらない何かがあると、僕は信じている。それも、各社としての答え？これは、数としての答えさ。やあ、来訪者。どうやらここに慣れてきたみたいだね。そうね。あなたの友人の考えが読めないこと以外は。エリシアのこと？残念ながら、僕も彼女の考えが読めないんだ。精神感知型の融合戦士のあなたなら、人の心がわかると思ってた。できないこともあるさ。エリシアは特別だ。戒律の名を持つもう一人の戦士でも彼女を制御できなかった。これだけ性格の違う人たちと会った後だと、あなたの方がこの集団の中では異物だと思えてきたわ。終わろうとする世界の中、欲望と執念を持つ人はより遠くまで歩ける。それは僕も例外ではないんだ。かつての僕は医師で、人々を助けることが僕の渇望だった。人々の苦しみを和らげたい、傷跡を癒したいというのが僕の執念なのかもしれない。でもあなたは孤独な豪邪計画を託された。僕は孤独ではないさ。外のことが気にならないの？例えば未来のあなたがどこにいるのか、何をしてるのかとか。僕はどれほどの世界を見るのだろうか。どのような思考を持つようになるのだろうか。長い時が流れ、数えきれない可能性を見た後、僕の考えは変わるのだろうか。残念ながら、今ここにいる僕には、そういった疑問を確かめることはできない。でも、同じ存在として、スーは、自分の選んだ道を歩み続けていると僕は信じている。それもあなたが予見した結果なの？自分の未来は予見できないさ。あくまで希望だよ。みんなと同じ、僕は自分自身の執念を信じている。いつか君が未来の僕と出会ったら、僕の代わりにその答えを見届けてほしいんだ。
その通りさ。答えは簡単だよ、来訪者。僕たちはそれに勝ったことがないんだ。確かに僕たちはごくわずかな感染者が前へと進むことができる貴重な方法を見つけた。しかしそれは死者によって作られた道だ。それは僕の最も受け入れられない失敗であり、最も許されない罪でもある。気にする必要はないよ、来訪者。僕はそれを忘れようとしたことがないからね。他の人に言われなくても、僕は亡くなった者たちの名前を心に刻んでいる。あの災害を話す人がいなくなったのは、崩壊の後の惨状と比べて、その死傷者数がもう取るに足らなくなったからだよ。僕にとって、あれは一生解消できない業だが、崩壊にとってはあくまで一つの始まり、痕跡を残すほどのものでもなかった。かつての僕たちは千人を犠牲にして一人の命を救うなんてありえないと思っていたんだ。しかし最後はそれすら高望みとなった。少し待ってほしい、来訪者。あ、多分これが因果なのだろう。答えを探すように君をここに来させたのはケビンだ。なら今の彼はどうしているんだい？成婚計画はもう始まったのだろうか。ありがとう、来訪者。何でもないさ。僕が経験した失敗は十分に多い。ならばもう一つ増えても構わない。今回の失敗に意義があることを願っているよ。
来訪者、君はどうして悩んでいるんだい？かつての僕は医者で、患者の考えを理解することは必要な能力だったからね。長編手術を受けた後、そういう経験による感感も即して増幅されたんだ。それは僕の本意ではない。もし気になるというのなら、僕はそれを閉じるよ。禅問答を好む婉曲な表現をするやつ。来訪者、君はそう言いたかったのかい？気にする必要はない。すでに多くの人に言われているからね。他人から見て、確かに僕は長編手術によって性格に変化が起きたんだろう。それまでは僕も普通の人のように凡俗でいることに満足していた。小さなことで感情が揺れ動いたりしていたんだ。他の精神感知型の融合選手と交流を行ったことがあるんだけど、それを悟りを開いたと思う者もいれば、本当の自我を失ったと思う者もいた。もし僕が他人と違う視野を手に入れたというのなら、それは支払わなければならない代価なのだろう。道が見えるのにそれを歩くことは永遠にできない。その事実は迷子になることよりも気をくじく。僕たちが思考に払った代価はなんて重いんだろう。それと比べると僕は比較的運に恵まれている。もっとひどい犠牲者を見たことがあるからね。これは傷口ではないよ、来訪者。ミスを許さないビーコンなんだ。
君も知っているように、僕は第二の神の鍵を通して合賀者数の世界を観測した。一人の人間にとって、それはやはり無理のある任務だ。その通りだ。今後僕がそれに麻痺してしまうかどうかわからない。けど、僕の知っている過去では、観測を行うたびに、心がボロボロになる可能性があった。まるで、深海をコップ一つで測ろうとするみたいにね。どんな世界でも同じ結末を持つあの人が、第六の神の鍵を使って、僕の腕に、このビーコンを残したんだ。分解と創生の力も一緒に残され、癒されることも悪化することもない傷口となった。僕が何を見て何を経験したとしても、その痛みは僕が誰であるのか、どんな責任を背負っているかを教えてくれるんだ。そう、別の使い道がある。それが、ミスを許さないことなんだ。ビーコンという目的以外に、僕が自身に与える本手だよ。ここまで話したし、君に笑われても構わないさ、来訪者。深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いている。無量の世界を観測する者は、僕一人だけではないんだ。以前、もう一人の僕が、僕の観測を感知したからね。無限の可能性の中では、どんなことが起きてもおかしくはないよ。その世界の僕は女性だったけど、大悪人でね。僕よりも優れた精神力で、地球を丸ごと騙す幻覚を作ったんだ。そして、彼女も第二の神の鍵を使って、自身の影響力を、より広い場所へと広めようとしていた。彼女は時間をかけて僕を追跡した。彼女から逃げる過程はかなり危険だったんだ。もしかしたら今でも僕を探すために彼女はあの海面を徘徊しているかもしれない。もし彼女が成功していたら、神の鍵の中で目を覚ましたのは僕ではなかったかもしれない。そんな時に、第六の神の鍵の所有者は、この傷口を広げ、僕を完全に潰すことができるんだ。そんなことはない。人手不足になって、やむを得ない場面になったとしても、それは他の英傑に渡される。ただ、いいんだ。それは不可能なことだから。
や、僕が軽率だったね、来訪者。確かにそれは僕にしかできないことだった。そうでもない、多くの精神感知型は確かに簡単にリンクできるけど、だからといって戦場に影響を与えられるわけではないんだ。体を操ることは簡単だけど、力を使いこなすのはかなり難しい。体の持ち主の戦い方からその些細な癖まで見落としは許されない。もっと複雑だと思うよ。僕は戦闘が得意なわけではない。戦士たちに対する理解、そして因果輪廻による見識がなかったら僕でもできないと思う。あ、関連する実験を通して僕は仲間の能力を理解できたんだ。予見した一部の未来は僕が仲間と対峙する方法を無意識に考えるきっかけにもなった。だから、こういう取るに足らない能力でも多くの偶然が重なってようやくできることなんだ。そういう状況自体が珍しいよ。使用する前に僕は相手の許可を得るようにしているけど、意識の深部を他人に見せる仲間はなかなかいなかったからね。それに約束の惨劇でアポニアが残した種を割ってから僕はその能力を使わなくなった。観測するか否か、それが違いだよ。僕は多くの世界の誕生と消失を見つめてきた。思考に例外はない。だからこそ、僕は自分のいる世界では、それらの経験を参考に害を避けようと試みる。かつての僕は、そのせいでよく本心に背いた。その通りさ、来訪者。ただ、何も変わらないわけではないんだ。僕たちは数えきれないほどの選択と向き合う。その中には、正しいと知りながらも、選びたくない道もあるはずだ。結局のところ、僕は伝説の聖人のように、調達できていないんだよ。いや、むしろ喜ばしいと思っているよ。もしいつか人類が崩壊から救いを得られるなら、それは世間を調達した神によるものではなく、人類自身によるもの。僕はずっとそう信じている。ただ来訪者、それも一つの妄執に過ぎない。気にする必要はないよ。新しい時代から来た君が入滅を見届けることは滅多にないチャンスなんだ。一個一会、情と無情。人類自身と同じように一つの時代が悟りを開くなら、それは避けて通れない道だよ。